大相撲春場所、大阪府立体育会館が中盤に差し掛かる一方で、宮城野部屋の処遇問題の行方に注目が集まっている。元幕内北西方の暴力騒動を受けて、道部屋は今場所限りで一時閉鎖となる見通し。4月以降の処遇については、伊勢ヶ浜一門の代表である浅香山親方、元大関海王が自身の部屋で宮城の親方。 39イコール元横綱白鵬と所属力士全員を預かる案が浮上し、現在調整が続いている。春場所6日目の15日、朝香山親方、元大関海王は報道陣の取材に対応せず、2日連続で沈黙を守った。一門の旭山親方、元関脇琴錦は何もわからない。朝香山親方に聞いてください。 宮城野部屋の師匠代行を務める玉垣親方、元小結友の花、も、動きは何もない。何か進展があれば、浅香山親方から話してもらえると思う。こうなりました、ということを受け止めるだけ、と一門の長に対応を一任していることを強調した。玉垣親方は31日に開催される三重、伊勢神宮奉納大相撲の担当を務めており、 春場所後の27日には現地入りする予定。こちら「大阪にいる間に決めてほしい。そうでなければ宮城の部屋力士に対する責任が持てなくなるとも話しており最終決定のリミットは刻一刻と近づいている。